テント出し機テントバカ尾上ゆかずろうです。今回はトマントのトンネルテントをご紹介したいと思います。またですねスペック載せときますので参考にされてください。あとですね付属品と、しっかり確認してですね置くと安心です。それでは早速設営していきましょう。四隅にテンションベルトがあるんで、この外側の方ですね、こちらにループ差し込みます。できるだけですね緩めた状態で取り付けた方がいいですね。計4箇所はい、ポールなんですけど今回ポールが多いんでですね間違えないように取り付けないといけないですね。まずこう先端がシルバーですね、赤2本とこの先端がですね赤のポールが1本ですね。こちらをまず最初に使います。スリーブ色分けしてあるんでこちらのシルバー2本が両端で、赤のポールがですね真ん中ですね。でポールをスリーブにそれぞれ通していきます。はい、そしてポールの先端をグロメットに入れます。ちょっとこのグロメット珍しいですね。はい、こちらのテントですね両サイドにも2本ポールがあります。こちら黒ですね。反対側も同じように取り付けてます。今回ですねサイドフレームが追加になっているんですけど、ちょっとですね設営してすぐは結構たるんでました。生地がでよくよく見ると3箇所だけですね縦にテンションベルトがついてます。これを調整することによってピンと張ることができますんで、まあこの点注意ですね。設営完了しました。いや、いい色ですね、なかなか。色がいい。あ、オリーブドラブかな。また改めてサイズ載せときます。で、一応テンションベルトがですね、各所ついてるんですよね。で、スカートはペグダウン、巻き上げはできません。長さはだいたい20センチですね。でベンチレッターは、開閉固定可能で奥メッシュで使い棒も結構しっかりしてますね。で生地は230タフタ、デニールは書いてないです。ただかなりですね薄めの生地ですね。設営する時もえらい軽かったですもんね。まあ格子状じゃないですけど六角形の、リップストップ加工がしてあります。なので生地は薄くても強度はかなりあると思いますね。ファスナーなんですけど動きは結構いいです。まあ、おそらく SBS あたりを使ってるんじゃないかなと思います。まあ、上からは開けられますね。すげえダブルスライダーになってますね。これは初めて知りました。はい、タッセルは2箇所で、まあ、生地も薄めなんで全然きつくないですね。で裏はですね特にシルバーコーティング加工とかしてないんで遮光性はまあシルバーコーティングしてある膜よりも低めです。中心部分だと中で立てますね。そして、すごいリングが、オーリングがたくさんついてます。はい、ということは、インナーをですね、つける箇所、こちら前後どちらでもつけられるということですね。なので前後の概念がないということです。実際バックルもですね全ての箇所についています。10箇所ですね。
こちら側に例えばインナーをつけたとすると、こちら側のインナー用のリングはランタン服代わりになるといいですね。素晴らしいですね。ランタン服はですね、中心部分にフックが1つついてますね。こちらのテンションベルトはですね、3本取り外しできませんので、つまずかないように注意した方がいいですね。まあ若干こんな糸の飛び出しとかもあります。まあこの点は、まあ、自分は許容範囲ですけどね、このぐらいは。で、反対側のドアももちろんこのようにダブルスライダーになってます。前後ドアともダブルスライダー。サイドドアに関してはフルクローズ、フルオープン、フルメッシュになります。2面ともですね。こちらがフルメッシュですね。はい、こちらがフルオープンです。ちょっとですね、タッセルが短めできついですね。こちらが前後フルオープンですね。両サイドフルメッシュにした状態です。かなり通気性がいいですね、これだと。はい、実際中で立つとこんな感じです。だいたい実寸が、奥行きが約5メーター、一番広いこの中心部分が3メーターですね、幅で。高さがこちらで170センチ。はい、それではですね、付属しているグランドシートを取り付けたいと思います。はい、インナー取り付けていきます。はい、インナー取り付けですね。まずこちら目安を取り付けて、こちらのトグルをリングに取り付けるんですけど、こちらが片側全部で9箇所で、反対側も9箇所ついています。で、下部は全てバックルで取り付け、計6箇所ですね。で、グランドシートはですね、一応フックはついてるんですけど、まあリングとかがないんですよね。なので、まあ別にこう引っ掛けなくても大丈夫だと思うんですけどね、うん、適当にこういうとこに引っ掛ける形でもいいと思います。ですので、インナーテントは取り付けたまま設営撤収が可能。まあグランドシートは無理ですけどね。ちょっと謎だったのがですね、グランドシートがここまでしかないんですよね。フロント部分だけ。なんで後部についてないのかなと。まあ予算の都合だったのかもしれないですけどね。できるだけ、まあ、グランドシートもここまで、来るといいなと思いました。インナーテントのドアはフルクローズ、フルオープン、フルメッシュになります。フルクローズ。で、これフルオープン。フルメッシュですね。はい、しかも生地は全てポケットに入れるだけなんで非常に時短になります。反対側のドアもフルクローズ、フルオープン、フルメッシュになって、ドアはポケットに入れるだけね。これ楽ちんですね。ちょっとポケットがちっちゃいかな。あとはこちらとこちら、両サイドにもフルクローズ、フルオープン、フルメッシュになるドアがついているというですね。はい、こちらがフルクローズで、フルオープンで、こちらがフルメッシュですね。こちらの生地は下部で固定する必要があります。ただこちらをですね、フルオープンできることによってサイドから出入りすることが可能です。ランタン服はこちらに2箇所ついています。小物入れがですね、どうやらなさそうですね。あとはオートキャンプ用の電源用ファスナーもついてないようですね。まあ、夫婦2人なら余裕で寝られます。ちょうどいいサイズ感。だいたいですね、長さが、こちらが270ね、高さが、こちらが225、そして高さがだいたい160ですね。自分が立ったら頭当たりますんで、ちょっと直立は無理かなって感じですね。
まあ、ただ腰への負担はだいぶですね、軽くなります。160あればですね。はい、前室なんですけど、だいたいですね、まあ、約半分なんで250センチ前後ですね。で、こちらが180、こちらが270。やっぱこちらに行くにつれて高さがなくなるんで、ちょっとかがまないといけないので腰への負担は若干ありますね。ちょっと大きめの椅子を置いてもですね、全然問題なくキャンプができます。しかもこうクローズできてもですね、クローズしてもはい、あとですね2人ぐらいいけるかなと思うんですけど、この高さの椅子だとですね、ちょっと、頭が当たります。窮屈なんで、例えば大人2人、まあ、子供さん2人とかなら全然いけますね。まあ、トンネルテント、まあ、V3 ですね、あちらに比べるとだいぶ、前室はこじんまりとした感じです。ただデュオキャンプなら全然問題ないですね。キャノピー作ってみました。だいたいですね、奥行きが140、こちらが220ですね。で、きちんとハトメもついてますんで、キャノピーも作りやすい。ただキャノピーポールはついてませんので、地震で用意する必要があります。まあ、こちらのポールの高さはだいたい150センチですね。あ、移動の際はかがまないと出入りはできません。はい、キャノピーは、前後だけではなくてサイドも作ることができます。こんな感じで2枚一緒にですね、キャノピーにできます。ただ、中心部分が空いてるんで、キャノピーポールは4本必要になってきますね。ガイロープ貼ってみました。ガイロープは全て付属してます。計6本ですね。まあ、引っ張る位置はですね、こんな感じで、ここ引っ張る感じですね。中心部分調整はここでやります。アルミ地材、これ以外にガイロープはついてませんので、まあ、キャノピー用のガイロープなんかは地震で準備する必要がありますね。トンネルテントですし、フレームがですね、サイドに2本ついてますんで、かなりの風にも耐えられると思います。はい、それでは耐水圧実験いきます。この縫い目を集中してですね、かけたいと思います。一番漏れやすいところですね。はい、しっかり撥水してますね。あとは中です。漏れてきてないですね。ここら辺集中してかけたんですけど、全然大丈夫ですね。ボトムの方の耐水圧を見てみます。はい、どうでしょう。お、全然漏れてないですね。はい、こちらのテントですね、かなり、こだわりを感じますね。まずですね、やっぱりこのアルミフレームだったり、生地も質がいいですし、インナーフルクローズですね、スカート付きで、さらに、ダブルスライダーですね、フロント前後が、まあ、一応一覧ですね、載せときます。こちらのテントの、ね、特徴すごいです。まあ、やっぱりですね、物足らない部分も何箇所かあるんですけど、まあ、遮光性に関しては、まあ、上から遮光性が高いタープをかけるとかですね、そういうふうに対処すれば、まあ、問題ないんじゃないかなと思います。まあ、メッシュに関してもフロントですね、前後がついてないんで、まあ、あくまでも4面だけのメッシュになるんですけど、まあ、通気性はですね、
全くないわけじゃないんで、本当にですね、このテント、これでですねクーポン効かせて、3万円切るってなるとですね、かなりリーズナブルだと思います。本当その倍ぐらいしていいんじゃないかなっていうぐらいの、スペックですね、素晴らしい。はい、またですね価格載せときます。まあ現段階でクーポン使えば2万7000円台で買えるんで非常にお得ですね。一応卸しで使えますけど夏場はですねちょっと工夫が必要ですね。はい、それでは、また購入できる URL は概要欄に貼っておきますんでそちらから購入されてください。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう。